さんこんにちは、キセアゲ太郎です。今日はですね、久しぶりにゲスト会というわけで、こちら来ております。シャチくんちゅその人です。はい、シャチくんちゅです。いやいいですね、シャチク人と書いてシャチくんちゅさんですね。違う、仕事人と書いてシャチくんちゅです。お、結構思想が強いですね急に思想強いですね。こだわりありますので、仕事人と書いてシャチくんちゅね。そうです、はい、今編集で多分出てると思うんですけど前も出てもらいましたけど。そうですね、はい、あの久しぶりに出てもらうということで、はい、私出てるのってどうなんですか。今のところ1回出てますね。あ、出てますか、はい、1回ですね、怖い話だったか、はい、なんかで出てた気がする。黒歴史かどっちか、うん、出てた気がする。そんな感じで久しぶりにシャチくんちゅさん出ていただきましたけれども、はい、よろしくお願いします。もうシャチクしてますか。年末ですけど、もう年の暮れですけど、まあ、そうですね、やっぱりシャチくんちゅっていう名前だけあって、はい、まあ1月末で退職することになったあ、ノット仕事になるわけ。あ、そう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 、あ、無職くんちゅになる。無職くんちゅになるってこと、はい、ね、あ、なるほどね。まだ次もね、まだ決まってはいないんでね。なるほど。いや、それ楽しみですね。非常に。じゃあもう1月から有給消化ですか。そうっすね。1月半ばぐらいで。まあもちろんね、社畜なんで、引き継ぎがあるんで、はい、めんどくさいね、全部有給使えないんですけれどもね。可能な限り使っていってね、このブラック企業をね、はい、撃破していきたい。まあまあ、撃破はできないだろうけどね。うん、まあね。いいっすね。一番楽しい時期じゃないですか。そうっすね。有給消化の期間なんつったら。そうっすね。こう入社して、うん、まあ、大体5年目なんですけどね、はい、もう一番楽しい正月を今ね迎えてますしね。もう精神的不安が、負担というかね、不安が全くないっていうね。全くない。いやー、羨ましいですね。ないっすね。なんか有給消化中とかにしたいこととかあったりするんですか。そうだね、まあやっぱり、はい、まあ社畜としてはね、はい、やっぱりここで資格の勉強とかね、お、まあ、しっかりね、いいですね、やっていったりしたりしないで、ね、まあ旅行行きたいですね。あ、そうよね。ぶっちゃけそこでね、あの有給消化中に資格取る人って、うん、多分脳3つぐらいだとできないと思うからそうだね、脳、うん、1個も満足でないから絶対無理まあ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 、わかんないですけどね。実際ちょっとね、否定できない部分が大きいですけど、 MRI 取ってほしいところですけども、半分あれば同じですよ。同じね、はい、右脳か左脳どっちかでいいぞという感じはありますけど、うん、どこ旅行行こうと思ってるんですか。そうっすね、まあね、あんまり考えてなくて、でも東京よりね、うん、向こうには行きたいなと思ってて。おお、東京よりどういうとこですか。はい、というとやっぱ四国とか。そうですね、中国とか近畿とかですか。あ、そうですね、中国地方国じゃなくてね、今入国規制とかありますけど、中国地方とか ね、 そうね、まあ、サバンナ地方とかありますけど、サバンナ、ん、獣、ウェイカムとようこそジャパリパークっていうのもありますけどね。まあまあまあ、そうですね、ジャパリパークやっぱ行きたいなって。あ、いや確かにね、それが一番大きいかな。ま、これ広げようがないというジャパリパークで広げられる話題っていうとね、獣フレンズの懐かし話しかなくなっちゃうもんね。うん、そうだね、今日違うからね。いやでも俺的にはですね、はい、個人的にはあの福岡とか、うん、結構美味しい、 いいよ、ね、食事に彩られた ね、旅行ができるんじゃないかななんて思いますけど。めっちゃ考えます、福岡で。ね、何個か候補あるんですか。何が、その旅行行きたい県みたいな候補あったりするんですか。ああ、まあ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 、うーん、そうね。え、バイクで行く。バイク行かない。あ、バイク、あ、普通にから身一つで、うん、あ、なるほどね。バイク雪あるから乗れないからね。あ、そうかそうかそうか。そうそうそう。あ、なるほどね。まあ名古屋ね。名古屋もいいですね。名古屋言ってますけどね。名古屋も割と食事強いですからね。うん、福岡、うん、どうっすか。やっぱ豚骨ラーメン。福岡豚骨ラーメンとか、まあ普通にね、海産物も美味しいですし。あ、ちょっとまああんまり海の幸食えない。あ、そうか、そうだ。そうだ。ただシャチくんちさんはね、そうそう、あの生もの結構苦手というのがありますからね。あんまりね。そうそう、そういえばそうでした。でも普通にラーメンも美味しいし、ね、もつ鍋とかも有名だったりしますよね、博多ね。そう、もつ鍋お酒あって最高じゃないですか、日本酒とか。はい、特にこう寒い時期良さそうですけど。まあ、そうだね。アゲスさんもじゃあね、仕事辞めて、うんうん、俺と一緒に福岡一緒に行きましょうよ。行くぞーっつってね、やった、もう貯金全くなくなっちゃってね、本当に困っちゃうみたいな感じになっちゃうけどね、俺が行ったらね、今ね。行ける行ける。そう。大丈夫よ。いやでも行きたい。福岡は一回もう私好きすぎて普通に自分一人で行きましたもんね。あ、そうなんだ。飛行機乗って。そう、マジで。マジマジ。めっちゃいいっすよ。すげえな、一人で行ったんだね。行った行った。でなんかあのイケス料理屋みたいな
有名なイケス料理屋みたいなのあって、そこ行ったの、イカの、なんか生きてるイカ、なんかこう動いてるイカ、うん、食ったりしましたね。あ、すげえね。もう池作りというかね。ああ、そうそう、池作り、そういうの今出てこなかったけど。取ってこう、バンってやるやつでしょ。そう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 、それそれそれ、うん。それ食ったりしましたね。めっちゃいいな、面白そうやな。いや、面白いですよ。もう、その時お金なかったんで、あの、泊まりは、あの、満喫とかで泊まりましたけど、はいはいはい、今だったらね、それこそいい旅館とか。そういうところにね行ったら本当に楽しい充実した旅行になりそうですね。そうね。そうそうそう。まあ、金ないけど、まあ、まあまあそこはね。まあまあね。うんうん。最悪は最悪まあね。ブレイクオブレイクオブレイクオブ。ちょうど収まったんじゃないでしょうか。じゃないですか。じゃあ皆さんもですね年明け旅行行ってみてはいかがでしょうか。ぜひ。はい。それではまた来年もよろしくお願いします。閉まらねえ。閉まらねえなー。